ストイックに苔だけを育てます。苔を育てる苔だな、はい、ちょっと新しいです、ね、新しいですね。もう結構ねギュウギュウといっちゃっていい、ギュウギュウいっちゃっていいですね、はい、ギュウギュウいっちゃっていいです。はい、皆さんこんにちは、グリーンギャラリーガーデンズの堀田です。そしてはい、道草の石子です。よろしくお願いします。お願いします。あの道草チャンネルの石子さんに今日あのグリーンギャラリーガーデンズにお越しいただいて、苔についていろいろ教わろうと思います。この動画では苔を楽しみたい方、苔を育ててみたい方、植物をもっと楽しみたい方に向けての動画になります。最後までご視聴よろしくお願いします。今回その苔っていうのは、はい、まあ、例えばお庭に、ね、そうですね、苔とか、うん、アクアリウム、ここだとアクアリウム多いですもんね。そうそう、うん、で、まあ、今回インテリアグリーンとしての苔、はい、についてちょっといろいろ伺ってみようかな、うん、実際なんか苔ってなんか手がかかるとか難しいっていうイメージがあるし、あとちょっと育ててみたいけど何から始めたらいいんだろうとかってあるじゃないですか、うん、はい、そうですか、なんか難しいイメージあります。そう、ちょっとなんか始めにくいかなというのがちょっと、まあ、私自身あって、はい、なので今回はちょっととことんインテリアグリーンで楽しみ、わかりました、しかも簡単にっていうところだよね、はい、そうぜひ教えてください。わかりました。グリーンギャラリーガーデンさんのチャンネル1回来てもらったんですよね。そうなんです。そうで、その時には苔のガラス容器の中で育てるテラリウムを作ってもらって、はい、うん、なので今回はなんかそれじゃない方をやってみたいなっていう、はい、なるほど。ちょうどこの初めての苔インテリアっていう本を5月20日発売で書いたばかりで、はい、この中にもテラリウム結構ずっと流行ってたじゃないですか、苔テラリウム、この盆栽とか苔玉も昔からある苔玉とか苔を育てる手法で、はい、この辺ももう一回ちゃんと初めての人がチャレンジできるような情報を出していきたいなと思って書いた本なので、はい、今回は苔玉、はい、苔玉も多分苔ダメになっちゃう人が多いと思うんですよ。そうですね、なんか、うん、最終的に苔玉の周りがこう黒くなってなる、うん、そういうことがありますもんね。で、今回はその苔をちゃんと育てられる方法、作り方、その辺をもうやっていきたいなと思います。すごい楽しみ。これがね、作って1ヶ月経ったぐらいの小粒桶の苔玉、作って1ヶ月、1ヶ月、うん、経った状態、こんな伸びるんですか。そうそう、伸びてる。でさらに1年育てるとこんな感じになります、はい、ちょっと堀田さん触ってみて。すげえカサカサする。でもこれ同じ大きさから始まってんの。はい、すごいですね。ね、これあのわざと大きく作ったわけじゃない。作ったわけじゃなくて、この同じ大きさのが1年かけてこのぐらいまで玉が育ったって、こう芯のところをほじくると、はい、うん、あ、出てきた。あ、そう、結構深さがあるんですよ、こんなに伸びてるっていう。あ、苔ってあれなんですね、成長もしっかり楽しめる。そうそうそう、成長もしっかり楽しめる苔玉、はい、えー、今回は苔玉超初心者編ということで、はい、ストイックに苔だけを育てます。苔を育てる苔玉、はい、ちょっと新しいですね。新しいですね。でこれ、はい、でも可愛くない？可愛いです、可愛いです。で、小粒苔、はい、めっちゃ木生えてないのに、はい、でこの中がどうなってんのかとか、はい、やっぱ気になるじゃないですか。気になります、ね、その辺の秘密、はい、実際に堀田さんに作ってもらいながら、はい、その種明かしをしていきたいなと思います。わかりました、はい、じゃあやってみましょうか。はい、今回の材料をまず紹介していきます、はいはい、でメインに使うのは小粒ゴケです、はいはい、これ小粒ゴケ以外でもオーソドックスに使うハイゴケとか、はい、ああいうのでも全然 OK です。あ、なるほど、小粒ゴケシート、小粒ゴケシート、はい、はい、今回用意してみました、はい、まで、それ以外に使うのが赤玉土、はい、まあ、小粒ぐらいのやつです、はい、であとは排水口ネット、こういうストッキングネットっていう三角コーナーとかに使うやつ、はい、これ使います、はい、で、苔を巻きつけるのに糸、木綿糸、はい、黒が目立たないんで黒がいいです、はいはい、あとはハサミとかピンセットとかが道具としてあると便利です、はい、じゃあまず作っていきたいと思うんですけども、はい、赤玉土ちょっと粉、みじんとかがあるので一回ふるいにかけて細かい粉を落としてください。はい、はい、ここ古い落としちゃっていいです、
この一手間が大事ですね。その一手間が大事ですね。この粉が詰まっちゃうので、はいはいはい、うん、そんなもんで大丈夫です。はいはい、そうしたらこれ、はい、ネットに、はい、大体この玉の大きさになるように、はい、入れていくんですけど、はい、この後まあ苔を張るので一回り、はい、あの大きくなるので、これより一回り小さいぐらいのイメージで、はいはい、入れてみてください。うん、そのぐらいあれば十分かな。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。そうしたら、これをぎゅーっと縛る。もうこの時はまだね、丸は意識しなくていいんだ。ねじねじした状態で、ギリギリのところで、ギリギリのところで、縛る。ぎゅっ。OK。OK ですか？はい。はい、大丈夫です。ただこれもう必要ないので、はい、これをここのぐらいのところで切っちゃいますね。はい、切っちゃいます。はい、おはい、これこうやって固めていけば丸っこくなるので、はい、それでなんとなく丸い形を作るような感じにしていきます。このままだとなんかゴソゴソしてるし、はい、まだ汚れが出てくるので、はい、これを水の中に一回沈めてよく水を吸わせて、ちょっとチャプチャプとすすいでください。この土を洗う、排水ネットに入れて洗う、土を洗うなかなかない経験ですけど、初ですね。お、すごい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 。 お、ちょっと泥出ますよね。楽しい楽しい、楽しい、これ楽しいぞ。こんなもんで大丈夫です。こう細かいのがこういうところに詰まると、はい、水はけ、せっかくいい土にしたのに、はい、ね、詰まっちゃうじゃないですか。でこう細かい粉を洗って、はい、つぶつぶの状態にしておきます。さて、はい、で小壺ごけのシートを巻きつけていきます、はい、でこれはこんな感じのシートになっていて、これも全部使わなくていいので、はい、OL かなっていう量だけ取ってもらって、はい、あとパーツで足んないところ取っていけます、はい、大枠で取ってもらったら裏側に、はい、ゴミとかがついてるじゃないですか。はい、こういう、はい、大きいゴミとかは、まあ、ピンセットとかを使ってもらって取り除き、ちょっと厚みがあるこの土みたいなところも本当は軽く落としてってもらった方がいいです。はい、苔って根っこが、はい、これ根っこじゃないんですか？根っこじゃなくてカコンっていう、はい、なんか毛みたいなやつが出て、はい、くっついてます。これはあれですか、切りすぎても大丈夫なの？あ、全然上の緑色のところだけでも全然生きていけるので。生きていけるんですか、はい、これをやることによってあれですか、あの赤玉土にくっつきやすくなる？くっつきやすくなりますね。この苔の部分がダイレクトにそのさっきの赤玉土のネットの部分に来ますので、はい、あとはどうしてもこういう土の中に小さい虫が潜んでいたりするじゃないですか、はい、そういうのを取り除くっていう意味もあるので、テラリウムで作るときなんかもこの下の土の部分はきれいに洗浄したりとか取り除く必要があります。それで覆ってみましょう。これでこいつを覆うんですか？はい、で、はい、苔玉ってこう置かれていると裏側は日当たらないんでどうせダメになるんですよ、はい、あ、はい、なのでそんなに裏は気にしないで最後のまとめのところが裏に行く感じで、はいはい、てっぺんのここの辺が綺麗なところを使えるようにしてもらえればいい。はい、はい、こう覆っちゃってください。覆ってもうギュッとお団子を握るみたいに、はい、こんな感じですか？うん、もう結構ねギュギュといっちゃっていい。ギュギュいっちゃっていいです、はい、ギュギュいっちゃっていいです。結構ギュギュいってますけど、はいはい、でどんな感じ、全体覆えた感じですかね。一回見てみましょう。あ、こんな感じです。こんな感じです。した、そしたらこの木綿糸、はい、で巻きつけていきます。はい、はい、これでスタートがこの辺で指で押さえてもらって、はい、いろんな方向からぐるぐると、まあ、20回ぐらい目安で巻きつけます。はい、ぐらい、うん、同じところっていうよりもいろんな横から行ってもらったりして全体押さえつける。である程度行ったら
茶色いところとか、はい、さっきのネットが見えてるところがもしこの時に残っていたら、はい、新しい苔を足して、はい、ネットのところを隠すとか、はい、少し寄せてもらってそこの上を、はい、こう糸を通す感じにするとより汚いところが見えにくくなります。である程度巻いたら形が扁平なので、はい、丸によりするように成形して、はい、もう少し巻いてみました。まとめながら巻きながら、ね、巻き込めながら巻きながらって感じです。揉みながら巻きながらそしたら一回ここをハサミで切ります、はい、でこのほどけちゃいそうじゃないですか、はい、これをピンセットで先を掴んでもらって、はいはい、よっしゃ、ピンズブッとどっかに突き刺してください。でちょっと指でここを押さえながら抜くと、はい、OK です。でもうほぼほぼ完成で、すごいすごい重くなった、重くなった、いい大きさ、いいですね。そしたら最後にもう一回この新しい水の中にドボンとつける、はい、ドボンとつける、あ、ブクブクいってる、よく浮いてる。でよくちょっとこれももう一回、はい、もう一回洗う、洗う、もう一回洗う、あ、なんかゴミ、そうだ、ゴミ出てきた、ゴミが出てきた。うん、それで結構綺麗な状態になると思います。じゃあちょっと一回それはつけといてもらって、はい、5分ぐらいつけとくとよく吸うので、つけといてもらってる間にどういうところに置いたらいいかとか、はい、いう話なんですが、はい、じゃあ苔玉を飾るお皿なんですけど、はいはいはい、これもポイントで、普通なんか小皿に置きたくなっちゃうじゃないですか、はいはい、あ、すると結構皿に水溜まるんですよね、はい、これが苔玉にとって良くなくて、で溜まった水が夏場とか暑くなって、はい、蒸れてダメになっちゃうことがあるんですよ。あ、なるほど。おすすめなのがこういうね、はい、なんか薄い盆栽鉢、あ、もっと厚めの盆栽鉢でもいいんだけど、はいはい、盆栽鉢用意してもらって、はい、これ必ず盆栽鉢と穴開いてるじゃないですか、開いてますね、ここに鉢底ネットを敷き、はい、これ爆斑石なんですけど、はい、これ砂利、はい、敷いてもらって濡らしておく、はい、うん、でこの上に苔玉ちょっと置いてみてください。はい、はい、置く、なんか一品出来上がりましたみたいな、一品出来上がりましたね、ちょっともほもほしてるけどいいですね、お料理みたいですね、うん、でそうすると、はい、水を上からじょうろとかでかけた時も余分な水は下からダーッと出ます、はい、だし、そうですね、うん、だお部屋置けねえじゃねえかって思うかもしれないんですが、はい、お部屋には置けません。お部屋には置けない苔玉はお部屋では育ちません。なるほどこれはここのチャンネルでも大きな声で言いたいんですが、はい、苔玉はお部屋では育ちません。マジですか。じゃあ苔玉はベランダとかお庭で育ててください、はい、この苔玉も自宅のベランダで育ててます、マンションの。マジですか。はい、じゃあれですね、盆栽と一緒、盆栽と一緒で、はい、鑑賞したい時だけお部屋の中のテーブルの上とかに置く、普段は外で育ててもらって、はい、これ霧吹きだけとかでやっちゃう人いるんですけど、はい、霧吹きとかだけだともう表面的に濡れるだけなんです、はいはい、そうするとやっぱりダメで、もう必ずホースとかじょうろでジャーッとかけて下まで水が流れ出る、はい、さっきの中のこの粒々の土の中を水が通るぐらいまでやっぱ水をかけてあげる方が元気に育つ、はい、そうですよね、赤玉土だから今まで の、 あのケト土 の、 あのやつだと上から水かけても中まで水しなかったですね。そうですね、でもこれはもう赤玉土やってるから上からジャーってかけてもしっかり中まで水が、うん、でも染みる、そうすると苔から出た老廃物とかも全部洗い流せる。ああ、そう、もう画期的ですね、今までのもう苔玉のうまくいかなかったところを全部改善してして、でも部屋だと育たない。それはなぜですか先生。やっぱりね、環境が違うんだよね、空気がやっぱり乾燥するじゃないですか、はい、街中でも朝の時間って湿気を空気が帯びてたりするので、はい、外に置いてあげて一番ベストなのは雨が当たるような場所に置いてあげるとすごいよく育ちます、ね、なるほど。置く場所は日陰です。日陰、朝日が当たるぐらいの場所がベストですね、はい、東側とかの9時10時ぐらいまでは日直射当たってもいいけども、はい、日中は日陰になるところ。あ、なるほど。でお水やりは朝、はい、基本毎日やってると1年でこれが、これになります。これになるんですね。で苔は、はい、
乾いても一回カリカリに乾燥しても枯れません、はい、でも水より毎日って言ったか毎日やらないと枯れちゃうんじゃそんな育てられないよって思うかもしれないんですが、はいはい、2,3 日やり忘れてカラカラにしても枯れません、はい、で一回もうミイラみたいな感じになるんだけど、はい、そうしたらもう一回お水の中にジョボンと1時間ぐらいつけて、はいはい、よく土とか苔まで水を吸わせてあげます。そうするとまた葉っぱが開いて活動してくれます、はい。苔って意外と強い、ね、意外と強いですね、うん、結構弱いのが夏場の高温な時間にびしょびしょの状態にして蒸れちゃうこと、はい、うん、なのでお皿に夏場水が溜まった状態とかにしておくと、はい、こう蒸れてしまってダメになることがあります、はい、これが一番ダメにする原因じゃないかなと思ってます。でも他のあれですね、観葉植物と一緒ですね、うん、受け皿にお水溜めとくとやっぱり根腐れしちゃう。そうですよね。なのでやっぱり下の方はこう清潔に風通しよくしてあげて、うん、っていうことですね。お水やりするときはやっぱり流れるぐらいやりたいじゃないですか、観葉でも、うん、でやっぱり基本は同じ。土も通気性と、はい、あの排水性のいい土で苔もしっかり植えてあげると長持ちしますよ、はい、長持ちします。で管理も楽で水やりでの失敗も少ないですよっていう、全くあれですね、はい、最近の観葉植物の育て方と同じですか、はい、ありますね。やっぱ植物は基本同じってことですかね。そうですね、うん、やっぱ水はけと空気の通気性とやっぱ良くなければ、うん、はい、育たないっていう、あ、すごい勉強になります。それを1年間続けると、はい、こんな感じ、はい、まあ、成長量とするとやっぱ観葉植物なんかに比べると地味というか少しって感じだけど、でも苔で目線で見るとね、はい、結構膨れてますよね。成長してるのが分かると思います。1年間かけて、はい、こうね、もうでも育った感がありますね。ありますよね。じゃあ石川先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なんかあれですね、こう今までこう育ててきたもう苔玉のモヤモヤが今回全て解消された感じがありましたね、この新しい育て方で、うん、で石川先生今回2023年5月20日に新しく苔インテリアという本を発売されましたので、はいはい、こちらねグリーンギャラリーガーデンズでも販売しておりますので、ぜひね気になっている方、はい、こちらの本を参考にしてみてください。今回ね動画の中でも紹介した、まあ、育て方だったりとかっていうのをより詳しく書いてありますので、興味あるなって方は、はい、入門編としてぜひ読んでもらいたいです。いただくのが、はいはい、いいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ先生、はい、今日は新しい苔の作り方ありがとうございました。ありがとうございました。またね、次何か機会があれば、はい、ぜひコラボさせていただけると思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。